皆さんこんにちは。本日もお城巡りにやってきました。今回のお城は御岳城というお城です。このお城、岐阜県御岳町にあります山城です。現在山は住宅団地となっており、本丸跡が御岳城跡公園として整備されています。今回はこのお城を巡ってみたいと思います。御岳城、実は2つのお城から成り立っています。権現山城と本陣山城です。はじめ権現山に城がありました。谷川の南岸に小栗信濃の神重則がいたという言い伝えがあります。小栗信濃の神重則については来歴が不明です。戦国時代、小栗は御岳城を修築して関城主の名が井道俊に属してこの地方を領有していたようです。1552年、時郡にある鷹山城の城主が亡くなります。後継ぎがなかったため、小栗信濃の神はこれを料理をしようと企みます。小栗勢の出兵は鷹山城に隣接。
最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると、もっと嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。それでは、皆さん、またね。